両方ちょっと見ますね。まず左足ね、左側面に来て左足こうやって押さえてみてください。でこれを曲げてほしいんです。膝から曲げてみて、曲がらないね。はい、曲げてみて。曲がらない。で今の曲がり具合を確認見てほしい、確認してほしいんです。ちょっとここの足どっちでもいいですか、押さえたら押さえてほしいです、ガシッと全力で押さえて、いやもっと体重が出ても結構ですよ。はい、うん、どうでしょうか、これ上がりそうでないですか、上がりそうですか、上がりそうじゃない、上がりそうじゃない、上がりそうかな、うん、どっちでもいいですよ、どっちやと思います、上がる、上がらへん人の足ってこうなんですよ、こういう足上がらへん、はいはいはい、上がる人の足っていうのはもう脱力してるんで、このままね全力でガシッと曲げる、はい、普通に曲げますね、曲がります、うん、で今皆さんね、右でも左でもどっちでもいいから、どっちが弱いかっていうのを確認してみて、もう一回次右にいて、弱いのはどちらでしょうか、同じように見るために反対側に行ってもらった方がいいかな。でこれは今日はちょっとたまたまね症状があってしびれてるとか、ね、痛みはなかったのか、痛みはない、しびれがあるとか、でこれはお年寄りとか、なったら痛みがある、動かないなど の、 現象が起こります。で基本的に動きが悪いっていうのは何かおかしいっていうふうに考えてもらったらいいんですね。で何をしてほしいのかっていうと、腰は要っていいます。で椎間板が出ているのは、腰椎5番と仙骨との間ですよね。だやっぱり腰っていうのは、なんか問題が出るかもしれないですね。でその証拠に、腰がおかしかったらです、例えば僕の腰ちょっと押さえてみてほしいんですけど、ガンガン押さえてみて、いやちゃんと 僕、 ね、僕が立てないようにガシッと押さえて、全体があって、こっちだけ、こうやって押さえられとったら、悪い人っていうのはこれね、普通にこうやって立てないんです。悪い人は、さて皆さんは悪い人じゃないですよね、基本的に、確かに、はい、じゃあパートナーの人、この状態でガシッと押さえて立てないように押さえてほしいんです。そして立ってほしいんです。要がしっかりなんだよ、腰の要部分がしっかりなってるならば簡単に立てると思いますよ。どちらがいいですか、右左、左両方とも、はい、悪くない人は簡単に立てますからね。立てる、最後ですね、最後でこっちもガシッと全力で押さえておいてください。で体がおかしい人っていうのはぶつかるんですよ。で体がおかしくない人、全力で、おかしくない人は普通によいしょとぶつかることなく普通に立てます。どっかでも どっかでガッ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 っていう場所ありました？なんか気づいたらシューって起き上がっていくでしょ。でそれ一つのポイントにしてほしいんです。ぶつかる人っていうのは膝がおかしい人、よっ、この時ぶつかってるんですよ、ね、膝がおかしい人、腰がおかしい人、あたたたたたた、これぶつかってるんですよ、ね、子供たちとかぶつからへんから、よっこいしょって言うと、そのままする立つじゃないですか。そういう風な状態の腰になりたい人、手挙げてください。でその一つが、これからね、いろんな運動療法ありますけども、自力運動療法っていうのをちょっとやっていきますね。でまず大事なことは腰は要って言います。その要の部分がおかしかったらぶつかることが多いわけです。だから要を調整していきます。でここ骨盤の一番高いところ、ね、
さっきやったこのポイントですね、はい、ここなんですけども皆さんちょっと動かしましょう。長座でもいいし、この今のままでもどっちでもいいです。とりあえずその部分を意識して自転車を漕ぐようにこうやって丸く、あ、先に言うと動きにくかった方やってくださいね。動きにくいところですよ。で、大事なことですけど、動きにくいところが動きやすいところよりも動くようになったらこれ大正解、ね、で、片方だけどうでしょうか、皆さん綺麗にこう円を動くでしょうか。動きやすいっていうのはその立つときか、その膝のときか、それで違ってたりするんですけど、あ、違ってる。今度はどっちかに焦点絞ってみて、はい、腰やったら腰、ね、膝やったら膝。すみません、どういう動かし方ですか。自転車こぐようにこうやって。分かりにくい人、こういう感じ、ここの方ね、こう綺麗に、円も綺麗に描ける人いない。いや、いないということはみんな不調かかってるってことなんです。綺麗な円を描きます、ね、これ次楽しいこと起こりますからね。あ、体そんな動かさない、ここを動かすだけで。それでこの手を上げるのにどのくらいの筋肉を使っているか、おそらく数個の筋肉しか使ってないんですよ、うん、だから野瀬さんもともと相手をされるでしょ。ちょっと こっち来てもらっていいですか。物理学的に野瀬さんがここでこうやって座って、ね、こう腕相撲みたいにするんですが、どっちが不利ですか。うん、僕が不利ですね。で、野瀬さんある程度こうやったらパワーのね、どっちが力強いかって分かるよね。勝ってますか今。いいよ。もうちょっと後ろ行きます。こっち。はい。このくらいだったら勝てますか。そうね、はい、勝てますよね。はい。だ僕が負けると思う。じゃあなんでみんな手挙げないんですか。物理的に言ったら物理的に考えてほしいんですよ。ね。ほら行きますね。物理的にやりますね。みんなが使う筋肉レディー行こう。あ、これは絶対無理です。みんなこの辺使うんですよ。違う筋肉使いますね。はい。レディー行こう。違う筋肉使ってるからです。みんながここ使うからここの力の兼ね合いでは物理学では絶対無理です、ね、でもその物理を違う形で違う筋肉を使うわけ。こうやってよし。で、質問します、ね、体の調子がおかしくなるっていうのは自分の筋肉を自由自在に操れないのが一つの理由です、ね、はい、ここを動かしますね。どこの筋肉を今使っているか観察してほしいんです、ね、腰とお尻やけども、どの右への腰、左の腰、例えば右を動かして左を動かしてる、左を動かして右、左の腰とお尻、どっちの方動いてますか。左の方が動いてます。左の方動いてますか。両方動いてますね。ってことは4箇所だから。あとはあとリスクが高いように、じゃあ2つお願いします。はい、背中と背中のどのあたりですか。真ん中。背中と。あとこの肩甲骨のこの、うん、内側のこの背中の。うん、こう一番こう背中の筋の外側っていうんですか、ね、うん、背中の外、はい、そんなとこ使ってるっていう人なら一つここの力、ここのね、関節を動かす時にはここっていう筋肉を使う場所をより多く動かせた方がすごくスムーズな動きができるっていうのが理解できる人。今日ここで皆さんね、
話してると思うんだけども、この腰を動かすだけなのにそんなたくさんの筋肉を使ってたっていうことをすでに知ってましたよっていう人、まあ、体感もさせてもらった、知らない。じゃあ体をおかしくしたら当たり前やね、うん、だから自分の体を使うためにはどこをどのように動かせばもっともっとエネルギッシュにパワフルな体の使い方ができるかっていうことを勉強した方がいいよね。この中で幸せになりたい人、うん、じゃあ今度は人生において成功した人、ここを知らないと、例えばね、うん、いろんな今セミナーあるじゃないですか、あちこちにある、ね、成功セミナーとか言って洗脳させられるとこあるよね。なんかこうどん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 無理に周りからモチベーションを上げさせられて、周りによってエネルギーが上がってやるぞーとかって言ってるけど、大体そういうとこっていうのは 2,3 日したら、うん、しんどいよ、またセミナー行ったらカンフル剤のように、ね、反対方向ね、今ちょっとやってみましょう。こうやって分かりにくかったらこうやって持って、ここだけを回していくんですよ。大きく回さなくてもいいですから、ここだけをきれいに回します。回すっていう練習、できるだけ体がまっすぐね、歪めないように微妙に動いてるっていうことをちょっと知っていてほしいんですね。例えばこういうのやるとね、お年寄りとかで宿便溜まってる人とかいるんですよ。むっちゃくちゃ出たりする、ね、もうむっちゃくちゃ出たりするね。宿便が出るっていうことは体の中にどうなってた毒素とかも一緒に出ていくわけ、うん、顔色変わってる、うん、出たーって顔色変わってるのに艶出てくる、うん、すごいと思う、ね、練習するとスムーズになります。でお腹の中もこれ回すようになったらスムーズに流れます。ここ生命エネルギーをね変換するとこ、食物エネルギーから生命エネルギーに変換する場所が、例えば凝り固まって機能を不全起こしとったら元気になるでしょうか。ならないんですよ、うん、でお年寄りになればなるほどこういうの動かさないんです。ですからこういうのはお年寄りも教えてあげたらすごく元気になってきます。で続きがあります。今ここやりましたね。だから次ね、恥骨結合とね、この部分です。この部分ちょっとね触ってみてほしいんです。ここ感動が待ってますから、感動待ってない人、知らない人、はい、ここ感動しない、痛い、ここです、ここ、はい、他感動しない人まだ分かんないね、分かんないね、今からちょっと動かしますよ、はい、同じように自転車を、形から抜いてリラックス、はい、どこ動いてますか。分かりにくい人ちゃんと動きながら、ここ意識しながらここ動かしてね、はい、座骨のあたり、座骨の筋肉、はい、楽しいです。次楽しいですからね、反対の恥骨触って、やった方の恥骨触りますからね、どうなってるのかちゃんと理解できると思います、はい、反対はお腹、お腹とこう、こういうすねの、すね、はい、と頭の外ですね、はい、はい、うん、一応鍼灸師だけどね、専門用語使わないとこはさすがやね覚えてないんですよ
国家資格取ったらもうどうでもいいやって鍼灸師3人いますね今日ねつまりね、もし覚醒したかったらね、はい、できるのであるので、はい、ありとあらゆる場所を動かしていきます、はい、そうすると全部いろんなきて、はい、もう覚醒状態に近づいてきます、はいはい、かかとの親指ラインのこのラインが、うん、ピクピク動いてると、うん、あと、ね、肝臓の右動かしてるんですけど、うん、ちょっと上あたりの空間の部分がちょっと動いてると、うん、あと、うん、反対側の腕のここら辺が動いてます、うん、はい、反対回し、長大にしたら忘れてしまいました。自転車の後ろ向き。内ももと、内ももと、上の方の筋肉と、上の方の筋肉と、めっちゃ熱い。痛い？はい。で、ここの、まあ、反対の同じ場所を触っていきましょうか。同じように触って。痛くない？痛いです。痛い。どうですか？痛い。うん。つまりやると痛みが取れるっていうのがここに一つ分かりましたね。で、まだまだあるんです。恥骨やりましたね。次、上前腸骨棘っていうね、ここ骨盤の一番前に出っ張った骨です。わかるかな？わかります、うん、あ、今日はでも2人除いてほとんど治療関係の人だ ね上前腸骨棘わかりますか？わかります、わかる、わかるね、 OK。 ここを動かします。同じように、で、さっき言うと今ね、物骨に短縮してますというのは、この方向、この方向だけ出してこっちの方向、この方向、この方向、この方向、あるいはこの方向、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 これ全部究極的に徹底的にしようと思ったら24時間では足りないんです。あ、全部ですよ、全部、うん。でもそれやるとちょっととんでもないことが起こります。あ、私やばい、私でなくなったって、うん、気が狂うんじゃないんですよ。本来の自分自身に戻る。あ、こんなに私すごい力強い力があったんだっていうことを悟るでしょう。知るんではなくて悟ってしまう。あきちゃんこうね、動いた時に動きね、これちょっと確認とってみてほしいんですが、まずこのままの状態でどちらが力抜けてますか？右か左、やった方、やってない方、やった方ね。で、さっきも痛いっていう話してたでしょ。だから次ですね、動かしてみたい、見てほしいんですけども、実際にその動きはあるでしょうか？今痛み、痛みないですね、はい。で、やった方とやってない方、どちらが動かいでしょうか？やってない方が重たい。で、まだ3箇所しかやってません。そしてすごく短縮やってます。すっごくすっごく短縮してますっていうのは、1方向2方向しか動かしません。本来はもっともっとやります。で、そこでまだ3箇所ですごく短縮バージョンですが、触ったらさっきしびれとかなんかこう、ブワンとね、分厚いなんか感覚あるっていう話してましたよね。今現在どうでしょうか？だいぶ薄くなった、うん。で、ここでなんです、うん、人って意外といい加減なとこありますね。だいたい良かったな、ね、まあ適当にっていう感じなんですが、さて一番最初10にすると、ね、今どのくらいの感覚を感じてるでしょうか？不快感4取れました。あ、おめでとうございます。欲張る
るわけじゃないけども、もっと楽なんだろう、はっきり、はい、追加料金しでちゃんに払っといてね。はい、次ですね、上方腸骨曲、お尻のここの骨、ここの骨、わかりますか、わかります、お尻こうやった時にここ出っ張った骨、わかります、あきちゃんわかる、わかる、わかるけど、そんなことない、ここに筋肉が巻いてるから、はい、実際ここにね、筋肉があって、このもの骨は触りやすい、はい、とんがってるから、はい、ね、うん、上甲腸骨曲ね、 OK ですか、はい、ここをこうやって動かしてください、はい、これ前の部分と後ろの部分でまた使う筋肉が大きく変わってきたかもしれないです、ちょっと、はいはい、3つ、はい、はい、次、マーシル側のお尻なんですが、特にこう地面にお尻の骨がつく部分、うん、はい、で、マーシルない方のお尻はまあなんか違う感じで、なんか骨がついてる部分じゃなくて、もうペタンとこうついてる部分全部みたいな、骨、はい、だけじゃなくて、はい、で他はそうですね、こんな感じで回してね、はい、鎖骨の下とかなんか来てて、まだ3つ目なんですけれども、1つ目はその背中側の内臓の筋肉で、うんうん、こんな感じです、はい、はい、